大変、宿題家に忘れてきちゃったよ。今から急いで戻れば1時間目に間に合うかな。よし、間に合え間に合え。あれは河原か。おい河原、校内でむやみに飛ぶな、危ないだろ、校則違反だぞ。さくや、ま、そんなところに立たれたら僕は。おい河原、貴様何のつもりだ。ごめんさくや、大丈夫、後でもう一度ちゃんと謝るから。はあ、なんとか間に合ったかな。みんなおはよう。うん、ようやく戻ってきたか。あ、さっきはごめんさくや、宿題うちに置いてきちゃったんだ。だから急いでうちに帰って。ポポロプーは、ちょっと待ちやがれですし、なんか変ですし。ああ、まったくだ。登校前にカバンの中身を確認しないなど、どうかしているぞ、このボングめ。うん、気をつけるよ。クリュポコプーは、違いますし、そんなちっちゃなことじゃないですし、リョータがサクヤみたいで、サクヤがリョータみたいですし。私がドバトのようだと？貴様、私を侮辱しているのか？そうだよさん、僕はサクヤみたいに綺麗な白じゃないしって。ああ、白い、僕の羽が白いよ。バカを言うな、ドバトが白いわけが。うわあ、なぜ私が私の目の前にいる。それに私の体がみすぼらしい灰色だぞ。どうしようサクヤ、僕が君で私が貴様だと。クリュポコプーは、中身が入れ替わったんですし、大変ですし、先生に相談ですし。いやー、朝から大変なことになったね。まったくだ、こんな窮屈な雑種の体にいると精神まで卑屈になりそうだぞ。昨夜、本人を目の前にして心も体もディスるのはちょっと遠慮してほしいかな。原因ははっきりしている。こいつが私にぶつかってきてから何かがおかしくなったんだ。他に思い当たる出来事もないからな。反省してるよ、ごめんさくや。ぶつかった衝撃で精神が入れ替わるなど聞いたことがない。日本ではよくあることなのか。そうだね、日本の思春期の少年少女にはよくある話だよ。そうなんですか。うんうん、何かの拍子にぶつかったり階段を転げ落ちたりすると中身が入れ替わる、俗に言う尾道現象だね。先生が子供の頃も流行っていたんだよ。中高生の間で入れ替わりが流行だと。まさに東洋の神秘だな。先生、これってどうすればいいんでしょうか。治す方法ってありますか。簡単だよ、もう一度同じような衝撃を受ければ大丈夫。私が河原の体で思いっきりぶつかればいいということか。自分の体に傷をつけたくはないが、このままでいるよりはいいな。本当にごめんね昨夜、なるべくうまく受け身を取れるように頑張るよ。よし、グラウンドで試してみようよ。僕が昨夜にぶつかったのはこの辺りだったかな。いいよ昨夜、始めよう。ああ、私の純白の翼返してもらうぞ。とうわどう？戻った？そうらしいな。まったく、二度とこんな屈辱はごめんだぞ。うん、今日からは夜のうちにカバンを確認するようにするね。あ、1時間目が始まる。急いで戻るぞ、私の完全な出席記録に傷がつく。
俺としたことが甘美なる偽りの夢を司る霊獣ソムナマグナに襲撃されてしまうとは。裁きの時間は近い。風のごとくかけなければボーあれは日暮れアンヘルか。ちょ待って、アンヘル、前をちゃんと見て。このままじゃぶつかるな。あっ、曹操の歌を紡ぐ者よ、目覚めろ。急がねば貴様も大いなる裁きを受けることになるぞ。僕の胸に真っ赤なおしゃれ流血模様があるよ。起きろ河原、もう一度ぶつかってこい。もうやだよー。